どうも、しゅんです。こんにちは。ということでですね、今回は、箕輪さんに来ていただいて、はい、就活生相談企画ということをさせていただこうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。では、就活生の方、自己紹介の方をよろしくお願いします。はい。慶応義塾大学、小学から参りました、韓国人留学生のイ・ヒョンスンと申します。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ、ヒョンさんの方から1分ぐらいで自己 PR の方をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、日本に来る前に2年間の英検を終えてから、すごく日本に行って生活をしたいっていう強い気持ちがありまして、そこで1年間日本留学の塾に通って勉強に励んでました。で、その結果、まあ、慶応に入れたんですけれども、学生時代には日中間 のビジネスコンテストを企画して運営を行う学生団体の副代表として、新しい企画に取り組むことに尽力してまいりました。本日はよろしくお願いいたします。箕輪さん、今の聞いてどう思われました？基礎スペックは高いから、どの会社でも最初のハードルは超えるよね。で、しかも簡潔だし、大体ダメな就活生です。それ作ろうとしてさ、もうめちゃめちゃ喋って長くなって、結局こいつ誰もやってねえんだなって思うじゃん。だからもう基本スペック高いなって思って。ありがとうございます。まず一つ目の相談からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、エピソードが多すぎてどう絞ればいいのかわからないっていうのが大変でして、うんうん、周りから一つに絞ってそこをこう全企業に合わせた方がいいよっていう話も聞く一方で、場合によってエピソードを使った方がいいよっていうふうに言われたんですけれども、うん、どっちが正解なのかわからないっていうのと、絞らないで使う場合どうこう的確に使えばいいのかわからなくて。あ、それめっちゃいい質問だね。それって僕、本の編集者なんですけど、同じで、分かりやすいエピソード1個あった方が良くて、あれやこれや言ってもしょうがないっていうのは本当その通りで、自分はこういう人間です、だから御社に入りたいんです、で御社でこれをやりたいんですっていう軸を完成させるための手段だから、まずその軸を考えて、それに一番腑に落ちるエピソード、他にないとか、逆に高校の時はどうだったのとか、何聞かれても、大体自分がその軸をちゃんと意識してれば、単なるエピソードの羅列じゃなくて、その軸に沿った高校時代は逆にこういうことをやって、今思うと昔からこうだったんですとか、その軸に結びつく。そうすると説得力が増す。だから自分の軸を表すためのメインエピソードがあり、いろんな雑談とか他のエピソードちょうだいって言われた時に出すことによって、あ、嘘じゃないんだなっていう下支えになるための他のエピソードで、それが面接やってる側からすると、話し方だとかで、ね、完全な嘘か本当かって分かんないけど、それにしてもうまくできてるわっていう時に、やっぱ他の話ないとか、全く別角度でお母さんとかお父さんとはどうなのとか、逆にめちゃめちゃ昔の小学校の時どうだったのとかって聞くのは、あ、やっぱこの人ってそういう人間だなって立体的に理解するためにいろいろ聞いたりするから、そのいっぱい持ってるっていうのは、その説得力を増すために大事だと。それで言うと、ヒョンさんの軸はご自身では何だと思われてますか？バックグラウンドの多様な人たちと一緒に仕事をして、ただ仕事するだけじゃなくて、何かメッセージ発信したりとか、うん、アウトプットを作る仕事に携わりたいっていうふうには思ってます、うん、ちょっとざっくりしてるんですけど。いや、わかるわかる。バックグラウンドがいろんな人と仕事をしながら何か成果を出したことってありますか？それがまさに先ほど申し上げました学生団体の話になるんですけれども、そもそも日本支部、中国支部、韓国支部と3カ国の学生さんたちと一緒にビジコンを企画することからもバックグラウンド違う人たちと仕事することにもなるんですけれども、各国の違った文化とか考え方が違うとか、ちょっとぶつかることもあるんですけど、そこで新しいアイデアが生まれたりとか、そうするけどもっと仲が深まるとか、でその結果参加者の方々がもっと楽しめるようなビジコンが作られたり、そういう過程の末にいい結果が生まれたっていう実感した時に、うん、ああこれだっていうのがありましたね。逆にそのいろんな国民性とかさ、キャラクターの人いると大変だと思うんですけど、はい、そこで苦労したこととか、もうピンチみたいなことってありました？ありましたね。何もかもが大変だったんですけれども、まあ、中で一番大変だったのは、新企画に取り組む際に日本側が中国と韓国に提案したんですけど、反対されたと、まあ、それはダメだと言われた時、ちょっと挫折しましたね。その時何をしたかっていうと、なんで反対をしたのかの理由をちゃんと聞いて、まあ、同時になんで日本支部はこういう提案をしたのかを同時に伝える。フィードバックをもらった後にそこで話し合うだけじゃなくて、日本支部の仲間たちにこういう理由で反対したよっていう、うん、ちゃんと納得いくように中のこう意見調節の役割にすごく力を入れたって感じ、うん、相手の事情をちゃんと知るってことだよね。ただ反対してるんだとかっていうんじゃなくて。そうですね。
どういうところに行きたいんでしたっけ？第一志望だったらこう外資系メーカーさんの、うん、まあ、中でこうマーケショップを志望したんですけれども、うん、まあ、3社とも全部落ちちゃって。どの段階で落ちたんですか？冬の本選考で落とされました、うん、第一次あ、はい、エントリーシートですか？そうです、あの面接、エントリーシート、まあ、ウェブテーマ、どっちでも全過程でも。マジで？やり方が間違ってんのよ。手段が、能力じゃなくて。そうですね、エピソードが置いて話にも関わると思うんですけど、話がまとまらなかったっていうのが一番大きかったんじゃないかなっていうのを自分的に思ってます。そうね、はい、でも俺も就活の時そうだったから気持ちわかるけど、この限られた5分でどんだけ自分のやってきたことを披露しようっていうことに意識とらわれるとそうなっちゃうよね。だからそもそもその就活の仕組み自体がおかしいじゃんっていうのがあるんだけど、そうは言っても5分とか10分の面接で決められるっていうゲームに参加してるっていうのを考えると、まずベース会話するっていうところが大事なんだろうね。俺も面接側になることあるけど、会話が基本成立しないんだよね。多分みんな焦ってるし、アピールしたいし、これだけは5分の中で言わなかったら後悔するとかって思ってるんだけど、基本会話するっていうのが大事なんだろうね、うん、それやっぱ練習とかじゃない本番でしかない空気感とかあるから、一時落ちてもそんなショックじゃないとこで練習しまくるっていうか。確かに大人と面接で話すなんてさ、基本非日常体験だから、はい、慣れてないに決まってんだよね。だからその慣れて緊張とかちぐはぐっていうのをそもそもない状態に持ってくのは場数だから、とりあえずやっちゃう。これ就活2回やったのよ。で2回やるって言っても就活ってさ、終わったぐらいの時にまた次の就活始まるじゃん。だから能力的には何も成長してない 100%。 でもめちゃめちゃ慣れてたわけよ。だから2回目の就活ほとんど1次とかエントリーシートで落ちてたテレビ局とか出版社ほぼ最終ぐらいまで行って、でもそんなのさおかしいじゃん、能力変わってないの。若手だなって思った、うん、なるほど。何事にも練習が重要って、うん、あと嘘つくのをやめたっていうか、俺の前何もやってなかったから何もやってませんって言われました。まあだからそれ出版とかテレビってあるし、エンタメ企業だから明るいやつ求めてるってある種特殊かもしれないけど、そういう風にしたらいけるような。一回の要は就活の本とか読んで、あこれ嘘つき大会なんだと思って、ふざけたもうほんと酒飲んでるばっかのフットサルサークルなのに、ちっちゃい謎の大会で優勝したエピソードを俺なりに加工して、みんな落ち込んでる時に声をかけてみんなを励ましみたいな適当なエピソードに言って、そしたら大体行くだろうと思って全部落ちて今思うと大人から見れば嘘だなって分かんない、ね、うん、なんかそうじゃなくて本当に素の、まあそれこそ親に話すとか友達のレベルに話すみたいなぐらいの方が取り繕ってないなって分かって、なんで度胸に乗るよね。鎧かぶってる人がほとんどだと思うけど、その時点で話を聞く気になれない。あもう鎧かぶっちゃってんじゃんって。確かにおっしゃる通りだなと思ったのが、結構まあビジコンとか、まあ、兵役とか結構エピソードが多いイコール結構自分で鎧をつけようとしてたんだな。それがまあ落とされた原因にもなったんじゃないかなと思ってしまったんですけど、ビジコンとか兵役とか引きがあるからいいしけどね、うん、言いたいことなら。でもあくまでも相手が興味を持ったり相手が欲しい人材は何かって探る作業のゲームだから、自分からこう押し売りする必要はないぐらいで別に言うのはいいんじゃない。あまりもう全問答みたいに悩んじゃってめちゃめちゃさ悲惨して無職とみたいな謎の自己紹介しても、それはなんか一周回って悩みすぎのフェーズに入っちゃうから、でもアピールすることはちゃんとアピールするけど、基本会話だし、基本このアピール合戦ではなくて相手がどういう人が欲しいかっていうのを理解して、そういう人間だと思いますよっていうのを会話の中で伝えていくってことだって理解するぐらいでよくて、あんまりそんな引き算しすぎなくてもいいような気がする。ということで一つ目の悩みに関してはある程度解決されたかなっていうふうに思うんですが、どうでしょうか？そうですね、すごくいいお話をたくさん聞けて、はい、これから就活で活かせたいと思います、うん、年齢と国籍が日本での就職活動する際にはネックになる。情報収集がやっぱ大事かな。自分でコントロールしてもしょうがないことは割り切っちゃった方がいいよ。本当にそうだった場合、面接まで進めた時点で多分、このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。